ドラえもん、のび太の牧場物語、大自然の王国とみんなの家。見知らぬ星へやってきたのび太たち。そこで出会った少年ライトの願いを叶えるため、みんなで牧場を盛り上げることに。さまざまな人たちが暮らす自然豊かな星イリマ星で、のび太たちの牧場生活が始まります。一つ屋根の下、みんなで一緒に暮らしながら、動物のお世話をしたり、作物を育てたり、さらに二人で協力することも。こんなに大きな株も力を合わせれば、仲間と一緒にあなただけの牧場を作りましょう。秘密道具を使えば夢のような体験も広がっていきます。適応灯を使って海の中へ、深海の真珠をゲット、タケコプターで雲の上まで、珍しい作物が収穫できるかも。春夏秋冬、みんなと過ごす日々はあっという間、かけがえのない日常が紡がれていきます。何気ないことも大切な思い出としてあなたの心に残っていくでしょう。うまくいかない日もあるけれど、みんながいるから乗り越えられる。ゆったりとした時間の中で過ごすほのぼのスローライフ。癒される場所がある、みんなの家がある。ドラえもん、のび太の牧場物語、大自然の王国とみんなの家、11月2日発売。